今日は先生何も見なかったことにしましょうね。佐田さん、今度東京から転校していらした佐田充さん、あんたのクラスの篠原英子さん、吉野和子さん、大高つみさん、あずましずえさん、岡部俊子さん、三国千恵子さん、林武子さん、清水彩子さん、あの佐田さんにと誰かにも似てるんだけど、誰やんなんて思い出せん。そういえばうちもそんな気する。それに似てるんやろか。上級生の人やろ。違う違う。それが違うよ。うん。大丈夫だった、うん、受け持ちの梶山先生が学校で案内してくださったわ。お母さんもお目にかかったの女の先生でしょ、うん、お綺麗な方。お父さんは？お父さん、あなたも転校より大変ですよ。お忙しくって。でも栄転なんでしょ。そりゃね。あら、兄さんのミットがあるわ。おや、そんなものいつの間に荷物の中に紛れ込んだんでしょうね。お母さん、兄さんかわいそうね。なんで？だって一人東京残っちゃったんですもの。下宿屋ってごちそうなんかないんでしょ。そりゃね、下宿屋ですもの、仕方がないことよ。一緒に大阪来ればよかったのに。兄さんったら大人のくせにとっても食いしん坊なんですもの。兄さんには大切なお勤めがあるんですもの、仕方がないことよ。さあんたも一生懸命勉強して前の学校の名を恥ずかしめないようにしなくちゃ。
みんなが A ちゃんって呼ぶの。行きましょう。何もあるかんで物好きやな。佐田さんに大阪案内する気やろ。暑いのにご苦労なこっちゃ。ほんまよ。
坂のあるとこね。うん、私小さい時神楽坂の縁日に行ったことあるわ。A ちゃん東京にいたことあんの？小学校の3年まで浅草にいたの。ああ、観音様のすぐ裏だったわ。だから A ちゃんは大阪弁と東京の言葉は自由に使えるのね。A ちゃん東京帰りたくない？だって大阪の子になっちゃったんだもん。でも仲見世の霧山椒の美味しかったこと今でも覚えてるわ。霧山椒そんなに好き？大好き。じゃあ私兄さんに頼んで送ってもらうわ。あなたの兄さん？うん、東京へ残っちゃったの。うん、宝くじ引き団の賛美歌だわ。みつるさんキリスト教？うん、お母さんがそうなの。だから自然私も日曜学校へ行ったわ。ラーメン中あれか？はい、お父さんったらラーメン屋なんて。うちだけど、あとまたどうしてそんな気になったんや。今度転校してきたお友達に誘われたんや。うちその人を誘うとこならどこに。またえらいお友達が出てきたんやな。だからせっかく。けったなやつやな。にあると思う？なぜ？なぜでも。私わかんない。みつるさんが天国って本当にあると思うんだったら、私もあることにするわ。だってさ、死んでもまた天国でみつるさんに会えるんだったら、私天国があった方がいいもの。私だって死んでも A ちゃんと遊べるんだったら天国があった方がいいわ。ね。うち行ってもっとお話しましょうよ、ね？
生友達や。誰かさん似てない？綺麗ね、とってもいいわ。それいいとこが似てんのよ。誰に？わかんない。ねえ、私のこと嫌いになっちゃ嫌よ。先生のお誕生日知ってるわ。いつ？9月21日。誰にも教えちゃうよ。言わないわ。いいことがある。先生のお誕生日に誰にも内緒で、二人で何か先生にプレゼントしない？誰にも言っちゃうよ。私なんだか胸がドキドキするな。私も。
の名前と同じ不要な花の株買ってご覧になったきっとびっくりなさるわ。そしたら喜びになるわ。私この辺にレイちゃんのイニシャルの E と私のイニシャルの M と組み合わせて刺繍するつもりよ。素敵。あんまりよくできて先生にあげるの惜しくなんない？あら嫌だ。あんた私を出し抜いて一人で持ってっちゃ嫌よ。まさか。あんたこそ一人でプレゼントするつもりじゃなかった？うん、断然二人ですんのよ。約束してよ。
お上手なのね。先生に行かず。あ、怒ったの？ごめんね、篠原さん。もみつるちゃんと約束した時間だけど。あ、そう。せいどん。ゆうどん。大豆いてへんか。あ、ゆうどん。え、なんだそとは。表気ぃつけてて、このグラントーハン見張ったら、すんここへご案内してや。やっぱりトーハンとのせいで判定か。なんでめえさかよう見てて。はい。ハリキンか。はい。何がおかしいの、篠原さん。学校で先生言って言いましょう。うちに帰ればタウントーハンや思ったらおかしいって。ああ、おかしかった。アホやな。みつるさん来へんけど、うち出してしまうかしら。何よ。今日は先生のお誕生日でしたろ。うちら朝も絞って考えまして。本当にプレゼントはみつるさんが持ってくるんやけど。これ先生にあげました。先生に。篠原さん、それはいけないわ。なんで？なんでって困ったわね。学校の先生はね、生徒から何に限らずいただいてはいけないのよ。ごめんなさいね。うちがアホでした。セダンが来ありましたね。あ、そう。どうぞ。こんにちは。はい、いらっしゃい。暑かったでしょ。待ってたのよ。私ちゃんとお約束した時間に来たのよ。じゃあ私の時計進んでたのかしら。あれ持ってきた。私失礼します。どうしたの。ご用がありますの。じゃあ私も帰るわ。今一人で帰るから。待ってよ、みつるさん。みつるさん、どうしたのよ。何怒ってんの。私が悪いことしたんだったら謝るわ。黙ってちゃ分かんないわ。話して。私とみつるさんとはそんな水くさの友達じゃなかったはずよ。どうしたっての。私もあなたの友達じゃないわ。なぜ、なぜなの。私あなたともう口を聞く前と決心したの。だけどそんなにあなたが言うなら一度だけお話しするわ。あなた、私んちでした約束、まだ覚えてる？私、あなたのことはあんな心の汚い人だとは知らなかった。だから先生にプレゼントする壁掛けだってとっても楽しみにして刺繍したのよ。あなたと私のイニシャルも含み合わせてせっせと刺繍したのよ。それなのにあなたは約束を破って私を出し抜いて、壁掛けよりもっと立派なお人形を私に内緒で、自分だけにこうなろうと思って先生にあげたんだわ。違う、違うわ、みつるさん。それはみつるさんの誤解よ。私はあなたと一緒に伺うつもりで
先生のお家の前長い間待ってたのよ。それを先生に見つかったんじゃないの。じゃあお人形はどうしたの。お人形だってちゃんとあなたに話すつもりだったのよ。二人の贈り物のつもりだったのよ。今だから勝手なことが言えるんだわ。あなたって人は怖い人よ。みつるさんの分からずよ。もういい。もう私だってあんたのこと絶交するわ。もう知らない。学校もやめてしまったのかしら。そうやろ。せっかく今日まで出たのにな。それ本当？本当？ほんまやって。あんたと喧嘩したんで学校嫌になってしまったのかもしれへんで。
篠原さんもきっと嬉しいでしょうよ。A ちゃん喜びませんわ。私 A ちゃんと絶交したんです。はよ冷ましてんか。何がするしてんねん。まだ見つからへんの。もう団長探さんかいな。何探してんのや。指輪。指輪。うちの大事な大事な南京玉の指輪や。南京玉の指輪。うん、アホかなこの子は。あったあった。あったやな。あったやな。ああ楽ちん楽ちん。ああしんど。新さんお参りだんね。さあ、よろしまんな。お見合い行ってきました、ゲンさん。うまいこと喜ばしてて、後でまた忘れちまったのと違うのかい。そうらしな。お前、そのケッターのおもちゃの指輪、おとりにな。うん、かまへん。ほな、行ってきました。お待ったさん。気つけておいきや。おはよう、帰り。
ど。何、電報？おい、一郎に動員が来たんだ。兄さん、戦争行くの？うん。大阪来たる明日の午後2時出発や。えいちゃん、どないしたん？どないしたん？えいちゃん、無理したらあかんで。なあ、えいちゃん、こっちといて。どんなことが、お願いします。どうぞどうぞ。おおきに。お願いします。どうぞ。おおきに。どうぞ。おおきに。お願いします。島原さん、先生。誰の？先生にも一針縫わせてくださいね。どうぞ。佐田さんのお兄さんもご出征なさるのよ。あなたは学校を辞めるし、お兄さんは出征なさるし、佐田さんも寂しそうよ。お暇の時、先生の家へも遊びに来てくださいね。おおきに。さよなら。
お願いします。どうぞ。いや、もういいですよ。いや、いいですよ、ね、おい、今日は飲め飲め。三ツ矢。はい。おビール持ってらっしゃい。はい。はい、お母さん。見てる。お前、兄さんにお酌をしてあげなさい。はい。いつこ、なかなか手つきがいいぞ。うち酔いなわ。こいつすっかり大阪っ子だな。あ、そうそう、いつか桐山島好きだと言った友達どうした。雨だな。ねえ、篠原さん、あんた舞妓さんになってもお友達のことは忘れなかったのね。みつるさん取ってくれはりましょうか。そりゃいただきますとも。先生に任せといてね。頭痛いの？ちょっとしんどい。どうしたの？ちょっと、セイドン、誰
誰か危険か。しっかりやるんだぞ。いいか。よろしく。どうしたの？嬉しいな。そう。A ちゃん、苦しいことない？うちもう死んでもええのや。アホか、何言うてんねん。お母さん、天国ってほんまにあるやろか。お金かへんにでもない。あんたさっき上ごとに、みつるさん、みつるさんと呼んでたけど、みつるさんなんぞ用でもあるんか？いくら用があったかって、みつるさんも起きてくれ。
篠原さん、どう？大きいな。A ちゃん、ごめんなさいね。許してあげるわね、篠原さん。満さんのお兄さんはね、あなたの千人針とてもお喜びになってよ。よかったこと、仲直りができて。先生、そこの人形リボンに満さんとうちのイニシャル書いてあるの。お願いですさかい守ってくれはらしまんか。人形いただきますとも。それしや。ともお構いしまへんで。お母さん。何？天国やっぱりあった。何言ってんねこの子は、ゲッターなことばっかり。先生、うちの好きな歌、歌ってくれはらしまへんか。歌？みつるさんと別れる前、先生のうちで聞かせてもらってた。あの、歌いましょうね。